はい、おはよう、ワドツー。風船10個ありがとう。おはよう。おはようございます。おはよう。キツネ枠です。よろしくお願いします。今日2018年4月の29日、朝の7時11分です。ワコツー、おはよう。ちょっとね、稼ごうと思って、ちょっと30分、様子見てみるわ。花火が上がり続ける分だけやります、僕は。花火が上がれば上がるほど配信やる男なんで、よろしく。久々に来た。色入れたのね。色入れたよ。花火が上がり続けるまで、あと2日で166発稼ぎたいから、よろしく。みんな元気玉、元気玉。かなり久々に来た。あ、そうなんだ。色入れたよ。なんで来なかったの？俺の放送。寂しかったんだけど。ちょっと、寂しかったんだけど、なんで来てくんなかったの？みんなが見に来ないと閲覧減るんだけど。頼むよ。わかってる、イケメンだよ。わかってるよ。はい、ワドツー。わかってるよ。言わなくて大丈夫だよ。毎日鏡見てるから。仕事が忙しかったか。そっかそっか。狐にしてみたね。ちょっと朝狐も楽しもうかなと思って。狐は花火上がらないジンクスを変えたかったから、最近ね、狐ね、花火一発も上がんないんだよ。なんでなんだろう。狐バブル終わったのかな。肋骨やばいね。多分折れてるね、これ。ここ、一体、ここだな、折れてるな。えぐかったもんだって、パンチもらった時。ハート5個ありがとう。7号さんありがとう。ジム行ってるよ。行ってる行ってる。もちろん行ってますよ。狐配信したことがない。まあ人によるんじゃないの。俺はほらアンチが多いからさ。空気入れ替えよう。町会議依頼ないよ。俺一回も来たことないよ。だって運営から嫌われてるもん、俺。はい、おはよう。いや、行く行く。いや、太った。めちゃくちゃ太った。痩せないよ。どれくらい太ったかな？今75キロだから、7キロか8キロ太ったね。それこれ終わったら減量するよ。アンチは夜、どうだろうね。来ないときは来ないし、来るときは来るよ。来ないとき全然来ないね。75重たいよ。直樹兄さんとの試合、捨て頃の体重が70キロから80キロって言われたから増量したの。捨て頃はあと旅は今のところ予定はないね。旅は、依頼が来たら行こうかなと思ってるね。依頼が来たら行く。依頼が来ないといかない。本当、ワトさんのアンチって粘着質。海宝さんの枠に行ったらすごい粘着してたけど、相手したらブロックされた。
セブンティーンはもう契約が切れたからやらないね。セブンティーン契約切れた。セブンティーン今流行ってんのかね。いやもうとっくにやめたよ。1万人リアドツ旅とっくにやめた。アンチうざいね。めんどくさいね。めちゃくちゃうざったいよ。ペリスコープ？ペリスコープもやらないかな。配信者はモテるよ。配信者はモテるよ。有名配信者はね、仮想配信者はモテないと思うけど、有名になればなるほどやっぱりモテるよ。そりゃそうでしょ。モテます。ペリスコープね。ペリスコープって別にだって金にならないでしょ。やって意味あんのかな。ペリスコープやってる人少ないよね。自分の企画で一つでもやりきったことあるの？どうなんだろう、あるのかな。わかんない。俺モテますよ。はい、ありがとうございます。嬉しいです。多分なんだけど、俺とパコりたいっていう女の人は多分日本に100人以上今いると思う。目標の閲覧にこだわって放送やってない俺。だから目標の閲覧人数とかがまず存在しないのね。あの、有名になることが別にいいことだと俺は思ってない。あの、楽しくお金を稼ぐっていうのが俺の目的だから、まずリスナーさんと楽しい時間を共有するっていうことが俺の目的の一つなのね。で、それが達成できた後に、俺が望んでる所得を手に入れられるかっていう感じ。聴会議参戦してほしいって言われても、だって依頼が来ないとだっていけないよ。だって自由にできるっていう、自由に参加できるっていうわけじゃないから、あれは。だから依頼が来たら考えるよ。依頼が来てないからしょうがないよ。200人はいると思うよ、日本に。聴会議行ってもいいけど、行く意味ある？なんかガラガラらしいよ。やばいらしいね。すっげえガラガラだって聞いたよ。いや、ニコ生で全然無名じゃないよ。有名だよ。だって俺ニコ生の方がフォロワー多かったもん。リアトツ？リアトツって何？俺が誰に会うの？リアトツって、リアトツってリアルに突入するって意味だよ。ネット民ばっかりっつうか、まあニコ生好きな人が集まるイベントだからね。なんで彼女年上？俺が好きな人がたまたま年上だっただけだよ。
俺が好きになった人がたまたま年上だっただけ。うん、ありがとう25さん。朝比奈さん依頼もないのに無効パスで不正入場、呼ばれてないのにステージに上がりネルの席に座ってた。すげえな朝比奈、やばいねそれ。話変わるけど、働くのが億劫なとこって大抵人間関係だよね。そうだね、ワドは人間関係ない仕事があったら配信以外に働く。俺は、そういう感覚じゃなくて労働をやらないって決めたのね。労働、要は労働者向いてないと思ったから、労働をしても社会のためにならないと思ったの。だから俺は自分がやるべきことをやってお金を稼ぐって決めたのね。で俺労働者向いてない。うん、はい以上です。 OK23 号さんで、配信以外に働くっていうので俺は働いてるつもりなの今でも。配信以外で、でも俺がやるべきことだと思ったらシルバー作ったりとか、テレビに出たりラジオに出たり、連載雑誌に連載したりとか、書籍を書いたりとか、映画を作ったりとか、そういう活動はやるよ。だから労働は一切やらない。あ、24号さん花火ください、お願いします。そうそう、やりたいことを仕事にっていうよりも、やりたいことでお金稼ぐ、遊んでお金稼ぐって決めてる。仕事っていうのも嫌だ。やりたいことでお金稼ぐ、好きなことでお金稼ぐだけ、うん、そんな難しいことじゃない。労働が嫌いなの。うん、うん、シルバーのワックス完成はしてないよ。今でもあるよ、見る？シルバーのワックスここにあるよ、うん、この中に入ってるよ、エヴァンゲリオンの缶の中に、うん、まだ完成は全然してないよ、うん、いや俺は別に配信は小好きだとは思ってない。無職で、無職でいいよ全然。ハートプレゼントありがとう。これの完成品は100万円で売ろうかなと思ってるけど、他にまだまだいっぱいあるよ工程、まだまだたくさんある、うん、こんな詐欺師にお金あげるやつらアホやろ。どうだろう、俺は俺にお金くれる人の方が幸せだっていう確信があるけど、俺にお金を出す人と俺にお金を出さない人、いろんな人見てきたけど、俺にお金を出す人の方が絶対裕福、うん、500万出すよ俺。いや俺が決めたのは100万円だから100万円で大丈夫です、うん、もしよかったら100万円で5個買ってください。ジャックプレゼントありがとう。1000万払う、ダメです、10個買ってください。最初は3万5千円で売るって思ってたんだけど、やっぱ俺らしくないなと思ったの、うん、3万5千円って俺が欲しい金額じゃないから、みんなが欲しいもの手に入れるんだったら俺も欲しい金額手に入れようと思って100万円で売ることにした。今月俺が豊かにニコニコ生活するためのお金、うん、別に言葉遊びじゃないよ。別にいいじゃん、100万円で売ろうが何しようが俺の勝手でしょ、うん、100万安いよね、もう買わない人にとやかく言われたくないかな、うん、買わないんだから関係ないじゃん。
買うんだったらね、なんかあれだけど、買わない人にとやかく言われたくない、うん、予約者は今のところ一人もいない、うん、どうせ売れないんだから好きに値段設定できる。いや俺は売れると思ってるよ、あのガチで5、6本は余裕で即完売すると思ってる。でも別にいいじゃん、買わない人は関係ないんだからさ、買う人だけでいいよ、うん、1人何個までとかないよ別に。まあ俺が飽きるまでかな、俺が作んのやめるわって言ったらもう俺のシルバーブランドワノンはそっからねスタッフが作ることになるから、だから偽物だよね。完成は3年ぐらいでできたらいいなと思ってるけど、3年後とかに作れたら最高かな。うん。いや花火ください。39号さんおはよう。40号さんおはよう。花火ください。おはようございます。37号さん風船ありがとう。花火ください。みんなよろしく。俺が求めてるのは166発の花火だから、166発花火ください。おはようございます。41号さんおはようございます。160ファンタスティック16回だから余裕でしょ。ファンタスティック16回プラス6、余裕余裕、頑張ろう。うん、いや他と変わんないんだったらふわっちから出てけばいいじゃん、俺ふわっち配信者だから。うん、うん、そうだね。16号さん花火くれって前言わないって豪語してた記憶があるね。16号さん花火ください。ドルさんがキューちゃんボクシーヘコヘコしてて10メーターくらい離れてから暴言吐いてた。あそうなんだ。うん、いや花火欲しいもんだって今月厳しいもん。さっき財布買う金はあるって言ってたから金はあると思うよこの人。あるよ。24号さん花火いただけます。俺誰だかわかる。37号さんちょっと待って、誰だろう。37号さん、いやわかるわかる、読み上げていいなら言うけど、ありがとう。大花火ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。あざーす。ドレさんがリアルでも口悪いのは以前和道さんがリークしてた。いやあの人性格めちゃめちゃ悪いよドレさん。俺が言うのもなんだけどなかなかのゴミクズだから、うん、のんちゃん起きちゃうぞ、うん、俺は誰。ありがとうございます。大花火27号さんありがとうございます。ありがとう。長かった。意外と肺活量あるからね、うん、渾身の渾身のだから渾身の、うん、27号さん3発目の大花火ありがとうございます延長します。花火が3発上がってるんで延長させていただきます。ありがとうございます、ありがとうございます。よっしゃ来た、あと160発。
頑張ろう。うん、俺の真似するな。いや、真似してないから。うん。あ、うるさかったらブラウザバックして大丈夫です。はい。うん、ありがたい。長渕の曲ぐらい歌え？いや、いい。そういうの求めてないから。和道さん、配信見てると機嫌いい時と悪い時の差が激しい。他の大手はそこまでブレない。まあ、俺は俺だからね。別に。俺、自分のこと大手だと思ってないから。あ、仕事行っちゃうの？あ、じゃあ、あれだ、終わりだ。この枠終わりだ。頑張ってください。ありがとうございます、たくさん。あざっす。俺も金腐るほど持ってるんだけどね、アフリカにキスするか花火買うか迷うな。うん。腐るほど持ってる。俺に投げなかったら、別に金持ちだろうが貧乏人だろうが、この枠では、普通に扱うかな。うん。俺誰だかわかる。わかる。わかるよ。高校卒業認定は受けないかな。まあ、あの、一般就職するつもりはもう今後一切ないから。気分屋だね。おでこはね、このシワが出るところまでがおでこらしいよ。こうやってうーってや、眉毛上げた時にシワができるな。このシワができるところまでがおでこで、そっから先はハゲだって。ありがとう！27号さん、4発目の花火、ありがとうございまーす！ありがとう。いっちゃん。いっちゃんだね。うん、37号はいっちゃん。風船ありがとう、いっちゃん。うん、いや、だから分かるって。うん、あ、ここに書いてあるな。さっき教えたじゃん。風船もらったら、いっちゃん、いっちゃん、いっちゃんって書いてあるって。ここ見たら全部書いてあるんだって。何回言っても分かんないよね。値段も出るんだっつうの。今いくらもらったか。4083円でいっちゃんって出るでしょ。何回説明したら分かんの、いっちゃん。うん。免許取る配信？免許いらないからな。うん。今まで何の仕事したことがありますか？アルバイトを60個ぐらいと、会社員2回と、あとは全部自営業。いや、正解も何もだが知ってるっつうの。当てるじゃなくて答え出てるから、うん、伸ばすのやめて。分かった、うん、もう次花火上がったら絶対伸ばさないわ。約束する。アイテム飛ばして自分誰とか自己承認欲求満たしてんじゃねえよ、いっちゃんとかいうおっさん、うん、会社員は人材派遣会社の内勤と営業と内勤。うん、いや、好きな方にすればいいじゃん。17号さん、アフリカに使うか花火にするか、別に好きな方にすればいいじゃん。自分が使って心地いい方にすればいいんだよ。だって17号さんが命がけで稼いだ金なんだから。うん、おじいちゃんが生き返った。あ、ありがとう。アメン。のんちゃんが配信してるよ。え、のんちゃん今寝てるけど。配信してないけど、後ろで寝てるけど。レディープレイヤー1見た？見てない。会社員何ヶ月ぐらい続いた？半年ぐらいかな。両方とも。向いてなかったね。いや、いっちゃんたまに俺に花火くれるからね。うん、いや、花火もらえる人ブロックしないでしょ。なんでブロックすんの？いっちゃんは俺のスポンサーだよ。
いや、注意するときはうぜえなと思ったらうざいって言うけど、別に応援してる気持ちには変わりないから、別にブロックする必要はなくない？ありがとう27号さん、花火ありがとうございます。ありがとう。化粧品の販売の続きまたやってよ。なんかああいうのやりたいっすね。なんか結構受け良かったっすよ、化粧品。マジでなんか結構みんな試したって言ってて評判良かったっすね。小会議の討論会見てると和道さんの方が喋れる。あ、俺ディベートやったら多分生の詩一番うまいと思うよ。喧嘩突っていうかね、ディベートだったら俺は最強だと思ってる。100万月収？月収は100万超えないと思う、うん、この間みんなスルーしてたけどかなりうざい米してた時あったな。今目そらしたなとか。ああ、あれはまあうざいよね、うん、いや、いっちゃん花火たまに投げてくれるよ。たまに投げてくれるよ。まあ投げない人よりは全然マシでしょ、うん、投げてくれるいっちゃんの方が、あの、はっきり言って相当ありがたいからね。投げないやつがうざいとか言ってるけど、はっきり言って投げないお前の方がうざいから、うん、いっちゃんは投げてるから。年に1回、いや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 、何回ぐらい投げてるかな。花火3発ぐらいは投げてるよ。でも3発って少ないかもしんないけど、ゼロよりマシだから。嫌いな配信者別にいない、うん、いや整形してないよ俺、うん、どこ整形したと思ったの。整形全然してないけど、おはよう。どこが整形したの、うん、整形してないよ。フォロワーランキング1位は誰も言わない、うん、ニナネコとオフパコは7回したね、うん、7回しました、うん、そのうちの5回はアナルに中出しですね、はい、リスナーが1ヶ月どれくらい投げてるかは分かるよ、うん、分かるよ。いっちゃんいるかな。いっちゃん見てみる。いっちゃんフォロワーランキング言っていいの。いっちゃんの、いっちゃんが俺に今までいくら使ったのか、うん、いないな。ちゃんが俺に使った金額は下の方だな。え、いないんだけど、いっちゃん。え、どこだ。あ、全然いないな。あ、全然投げてないね。いっちゃんが俺に投げた金額は、え、こんなにいないの。え、どこ。あれ、いっちゃん全然投げてねえな。いっちゃん全然投げてねえじゃん。俺思ってたよりも投げてなかったな。いっちゃん何位だ、フォロワーランキング。あのね、300位以下。全然投げてねえわ。ただの嵐だったわ。ごめん、今目覚めたわ。いっちゃんただの嵐だわ。びっくりした。300位以下だったわ。うん。いっちゃん全然投げてねえわ。ああ、風船ありがとう。うん。さっき花火投げたら放送止めると発言しましたね。なぜ放送切らないの？え？花火が上がらなかったら放送止めるっつったんだけど。いっちゃん話聞いてなかった？うん、花火が上がらなかったら放送止めるっつったんだよ。話聞いてないの？
あれもしや俺まあまあ上位。っていうかリスナーさんも方もわかるんじゃないの？今何位ですよって表示されるはずなんだけど。されないの？わかるよね。リスナーさんもわかってるはずなんだけど。もうコーラともう何年会ってない？ 3 年ぐらい会ってないはず。過去どれくらい？いや、トータルランキング見たね。トータルランキング。あ、じゃあ、1号さんは55位。誰だ？ご、今月55位？いや、誰だかわかるよ。だから、俺、フォロワーランキングって何かっていうと、55番目。あ、55位だね。わかったわかった。そうそうそう。55位。だから、上、アイテム投げてる数で言ったら55位ですよ。ちなみに、いっちゃんは、今月のランキングは、100位以下だな。あれ？いっちゃん頼むよ。あ、いた。115位がいっちゃん。115位。いっちゃん、今月花火一発も投げてねえじゃん。ふざけんじゃねえよ、いっちゃん。423円って書いてあるよ。いっちゃん、俺に400円しか使ってねえの？いっちゃん、423円だよ。頑張って、いっちゃん。115位だよ。いっちゃんは30位ぐらいになって。え、見れないの？見れないの？いや、そうっすよ。そうっすよ。27号さん、今月ナンバーワンっすよ。2位が誰だろう？ 2 位が誰だろう？2位誰だ？ 2 位、ああ、この人か。まあ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 。まあ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 。これは、アイテムを投げた数です。総ポイント数はマンスリーランキングっていうのがあるんですよ。累計ランキングって言って、今まで投げた数、今月投げた数、今まで全部投げた数ですね。16位の横に累計68位って書いてある。違い何？合計16位の横に68位って書いてある。今月16位で、僕の配信が始まってる人数の中では68番目ってこと。結構、ああ、それくらいだよ。だからさ、こう考えると自分のランキング見たらわかるでしょ？自分がいかに貢献してんのかっていう。だから、和道リスナーで68番目に投げてんの。いや、はっきり言ってね、みんな全然当たってない。投げてない人は全然当たってない。全然当たってない。本当は金あるのに。いや、だって俺、だって自分が欲しい金の収入の20分の1ぐらいだもん。俺、年収あれだもん。1億円になりたいんだもん。自分のランキングどうやって見んの？みんな。見方教えて。俺、リスナーさんの見方が知らないから。40位以内。何位って言われないと俺は誰だかわかんないね。金あるのにこじるっつうか、俺は目標金額があって年収1億円になりたいんだよ。でも別にもらっていいじゃん。いや、質問どうぞ。98位か。マイページのフォロー欄見るんだって。マイページのフォローしてるのを見ると見れるんだって。いや、無理かどうかなんか知らないよ。いや、でもね、ほとんどアイテムだよ。ほとんどアイテム。コメント数、滞在時間はほとんど反映されない。1ポイントとかだから。いや、2億もいってないでしょ。いや、別に投げたくなきゃ投げなくていいっすよ、17号さん。投げる気がない人に投げてって言ってないから。無駄だから、お互いに無駄じゃん。だったら俺は投げないって決めればいいじゃん。投げたい時に投げりゃいいし。投げない人に労力使いたくないの。
27号さん誰か、それはダメ、言えない、ごめんね、それはダメ、俺と27号さんの信頼関係が壊れる。うん、うん、56位か、56位、どれどれ、56位は誰だ、今月56位、うん、今月56、ああはい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 、うん、いや部屋掃除しないとね、汚いよね、ほんとだよね、顔はうるせえわ。今月44位、あ誰だろう、フォロワーランキング44位、はい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 、うん、そんな不名誉なランキング入りたくない人は別に入らなきゃいいじゃん。アイテム投げないって言ってるでしょ。いやゴミではないよ、立派な収入源だよ、 0.4 円入るから、うん、風船は何だろう、3個ぐらい投げてほしいよね、 3個投げたら1円だから、うん、いや当ててみなよ、言っていいよ、27号さんを 100% 当ててみようか、当ててね、外れたらどうすんの、 100% って言ったんだよ、外れたらどうすんの、いっちゃん、うん、俺金ないなんて言ってないよ、花火くださいっつってんのよ、うん、金はあるよ、金はあるよ、花火ください。うん、俺は金あるよ、運営全然違う、大外れ、うん、出た被害妄想、運営じゃないです、俺運営から金もらったことないから、精神病同士の助け合い、あのね、はっきり言って、あの俺の慢性上位みんな経営者が大金持ちばっかりだわ、あのね、だからバカなんだよ、あのね、花火投げる余裕がある人って豊かな生活を送ってるに決まってるじゃん、時間の余裕と所得の余裕があるから投げることができるんだよ、だからアイテム投げてる人って幸せな人多いよっていうのはそういうこと、要は花火も投げられない、アイテムも投げられない、でも人の悪口は書きます、不幸なやつに決まってるじゃん。でしょ。あの時間を暇は潰させてもらうけど、1時間で1000円も払えないやつは俺はね、あの人としてどうかと思ってるから、うん、違う、全然違う、いっちゃんもう外れ外れ、うん、爬虫類みたいで気持ち悪い、そう、経営者は精神病んでる、うん、花火さえあげれば、え、金はあるけど投資に使うしな、配信者みたいなパッパラパーにはあげないね、いや別にあげなくていいんじゃないですか、うん、別に俺17号さんからもらいたいと思ってなくて、そうじゃなくて投げてくれる人に対して花火もらいたいと思ってるだけだから、うん、うん、冒頭のトークで誰だか分かった？おう。だから、目のシワとか全然あるよ。整形はしてないよ。うん。自分は他の配信者に高額アイテム投げたことあるのですか？俺はない。俺はあの高額アイテムどころか風船一個も投げたことない。俺はあの他の配信者にアイテム投げないって決めてるから、うん、誰もフォローしないし今後も多分アイテム投げるつもりはない、うん、ないです、うん、なんで？俺は風船ありがたいっすね。イベントアイテムは投げたことあるよ、うん、イベントアイテムはちょくちょく投げてる、うん、金杯 MC みんな褒めてた、場の状況読んでた、ツッコミとかを、へえ、うん。いや投げないよ、うん、喧嘩とつどうだろうね、わかんない、うん、
できてますよ、うんうん、相変わらず斬新な思考回路。え、なんで俺が配信者にアイテム投げないといけないの、意味が分かんないんだけど。だって俺が配信者になんで投げないといけないの、俺だって仕事としてやってるんだよ。アイテム投げられてなんぼじゃん。うん、俺が投げた風船めんどくせえな、いっちゃんうぜえわ、何個か言うよ。あ、後輩育てろ。いや後輩なんかいらないもん。待ってね、ハート3個ありがとう。1、2、3、4、5、6、ちょっと待って、え、めんどくさい、自分で数えて。1、2、3、4、5、あーめんどくせえな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、あーめんどくせえ。14、15、16、16個でさ、時間取られんのめんどくさいから、うん、4円とかだから、いっちゃん4円とかだから。アメリカンビューティー見たことないね。うざいよね、いっちゃん。うん、いや、俺全然配信者の配信ほとんど見てないね。うん、散々見てるくせにって、俺全然見てないから。全然見てない。全然見てない。いやだから配信自体を見ないのよ俺。今度の配信見てないよ俺。うん、その日カメラの撮影で見てない。バカ10個ありがとう75さん。いや俺配信者の話で全然知らないよ。うん、リスナーさんが書いたのを読んで、ああそうなんだって言ってるだけだよ。これ配信者の話題なんか全然自分からしないよ。うん、全然しない。それだってリアルに会った時の話とかでしょ。それは知ってるでしょ。だって会ってるんだから、当事者なんだから。俺だから今日何があった、どうだこうだっていうタイプの配信者じゃないよ。あ、花火ください82号さん、よろしく。うん、うん、稼げてないっすね。稼ぎたいっすね。ポリシーあってかっこいい、ありがとう。まあ普通に言ってるだけなんだけど。今ので28個投げました。うぜえなこいつ。ちょっと今アイテム投げないで、晒すから。アイテム投げないでね、アイテム投げないでよ、みんな晒しちゃうと表示されるからね。うん、あ、エデンって書いちゃった。エデンが10個だから今20個じゃん。はい、いっちゃん嘘つき。はい、嘘つき。エデンが10個投げてて30個だから、はい、20個しか投げてません。嘘つきです。はい、いっちゃん嘘つき。28個も投げてません。うざい、うん、いっちゃん嘘はよくない。エデンごめんね、晒しちゃった。七原くんは耳には入るけど配信一回も見たことない。ツイッターのタイムラインでなんか2分ぐらいの動画見たことある、1回だけ。嘘、まずい。キューバーリブレ大好きで、ここにもう7本ぐらい飲んだよ俺。キューバーリブレ超うまいんだけど。メッセ呼ばれてないね。風船ありがとう。アイテムになると目の色変わる？ IQ ね、俺はテストを受けた時81。8、IQ81 です、僕は。うん、
や、なんの町会議行ってって、だってオファーが来てないといけないよ。あれパスが必要なんだって。パスが必要なのよ。スタッフパスみたいな、配信者パスみたいな入らないで、バックヤードに入れないんだよ。俺呼ばれたことないもん。え？出席しないのって、だって呼ばれてないもん。いや、花火投げないんだったら見なくていいっすよ、全然。花火投げる人のための放送なんで、これ、うん、痛い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 わ。痛い痛い。花火欲しいっすね、はい。呼ばれなくても行く？いやいや、だるいもん。家の中で雑談やってた方がアイテムもらえるからね。うん。ありがとう。風船ありがとう。ステルスって基本的に俺に読んでほしくないコメントだから、あの、ステルスの使い方間違えないでよ。あの、ステルスって基本的に読み上げないから、ステルスで質問するのってダメなんだよ。ステルスって報告をするんですよ。なんでかっていうと、みんなに表示されないコメントを書かれて質問形式だから、あの、読み上げちゃいけないコメントだからステルスなんですよ。だから報告だけするんですよ。あの、ステルスの使い方間違えると、あの、配信者困りますからね。うん、一発投げてもなんかなって思うんですが、いいっすよ、100発ください、よろしく。どれも池上をチケット買っていっただけ。いや、27号さんは俺に投げるのが楽しい人だから、いっちゃんに投げないよ。あ、俺リスワン別に興味ない。ドレさんの枠見てると毎回出てくるワード、共産党、ユダヤ、戦後 GHQ、 いや、あとね、ウォーギルドインフォメーションプログラムもある、日教祖、ホモ。すげえな、共産党、ユダヤ、戦後 GHQ、 日教祖、ホモ。、うん、はい、初見さんいらっしゃい。うん、働いてないやつには投げない。ああ、じゃあ投げなくていいですよ。うん、うん、いや、誰か知られたくない人もいるんだったら、いや、俺めんだるいんだよね。ステルスで構ってほしい人いるんだけど、めんどくさいからスルーする、基本的に。うん、ステルスは報告だけでいい。うん、テレビの顔になんの俺。ポリティカルなんとか。うん、僕働いてないですよ。うん、あ、潜ってんの、はいはい。うん、いや、リスはもうめんどくさいからやめた。あの、10ヶ月連続撮ってたのね。で、やめるって言ってからもう何ヶ月経つかな、10、11、12、1、2、3、4、だから7ヶ月俺が自主的に撮ってないの。うん、俺がもうリスは撮らないって決めた月から撮ってないから、7ヶ月連続撮ってない。うん、20発投げるべき。いやいやいや、絶対やめないから。だったら俺に投げてよ、27号さん。絶対やめない、この人。うん、金すげえ、あの、金に執着心強いから、ダメだよ。うん、働いてるけど貧乏で頑張ってるやつに投げる。あ、そうなんだ。うん、俺32。俺にじゃなく、和道に今花火を今度投げたら俺が引退します。いや、勝手に引退しないよ、じゃあ。そのスタイルを維持していく上でこだわってる点は何ですか。いや、そのスタイルっていうか、俺は思ったことを言ってるだけ。正直に思ったことを言ってる点で、それがこだわり。維持するとかじゃなくて、思ったことをただ単に口にするっていう。で、あの、なんていうのかな、考えないっていうか、
あの 客の顔色見ないっていうか、俺がルール。サムネかっこいい、ありがとう。あのね、DM くれたらね、DM でプレゼントしてる。写真ね、プロのカメラマンに撮ってもらった。初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローしてね。撮ろうと思えば撮れるんじゃないの？うん。撮ろうと思えば撮れるよ。血液型 B。いや別に何でもいいよ。投げたい人は投げないし、投げる人は投げるから。体作りのこだわり、うん、甘いもの毎日食べる。同調圧力とか大嫌いなのよ俺は。うん、最強の人間おはよう、うん、あ17号お前か。お前さ、17号さ、お前は投げろよ。お前は本当に腐る。お前さ、17号さ、お前か。お前はリアルに本当に金持ってるやつじゃん。お前は、はっきり言って、俺の人生ひっくり返せよ。なあ。お前は100万ぐらい1ヶ月俺に投げてもいいと思うよ。お前は投げろよ。お前は言うわ。お前は俺に投げるべき。っていうか、お前は俺に投げたいと思ってる。一回でいいから100万、俺の人生変えてくれ。来月俺の誕生日だから、あの、誕生日なの、5月は。ちょっと俺の人生変えない？ 17 号。いや、17号俺誰か分かった。お前には言う。お前はいつかっていうか、来月投げろ。100万。俺の人生変えてくれ。マジで。お前はほんと腐るほど金持ってんだから。これ本当のやつだわ。こいつ本当に腐るほど金持ってるやつだわ。17号は投げろ。分かったわ、コメントで。うん、本当に腐るほど金持ってるから。うん、ハート5個ありがとう。いや、100、とりあえず月収100万達成したいんだよね。うん、いや、マジでマジで。やってほしいねじゃなくて、俺がやらせてやるぐらいになってもくれないと。そうじゃないとファンじゃないから。俺が和道を変えてやるぐらいに。考えて、17号マジで。リスワンは月1回だね。うん、17号は本当に腐るほど金持ってっかんね。うん、ああ、まあまあ嫌われてるよ。うん、知ってるけど、うん、別に嫌われるの怖くないから。いや、100万稼いだことないんだったら100万で人生変わるでしょ。うん、魅力がないと投げない。これふわっちの通りね。おお。まあまあ配信者はそうね。うん、文武両道とか俺考えたことない。変わんねえのかな、100万稼いでも。一歩リアルに出れば、詐欺師前科のある生活保護受給者で、何の、食い縁も、あ、長い。髪型何とかしようって切ったばっかりなんだけど、髪型。なんでみんなに好かれる必要があんの？なんで、俺さ、別に配信者はさ、常に正しいこと言って正しい生き方しないと思ってないといけないって思ったことないの？別に自由にやってきゃいいじゃん。自由に。なんでさ、配信者はこうあるべきみたいなさ、人間として正しい生き方をするべきって考えるの？俺全くそんなこと思わないんだけど。継続して100万だったらもう完全に変わるだろうね、ライフスタイルは。完全に変わるだろうね。それはわかる。ただそれのきっかけを作るために、あの、やっぱり1回は達成しないとね。惜しいところまで行ったんだよ、1回。惜しいところまで行ったんだけど、まだ100万達成できてないんだよね。小じきでも何でも構わねえよ。うん。
おはようございます。貯金はしない主義だね。うん、2月じゃないね、1年前の何月だろう、忘れた。親にも、俺親いない、うん、俺親いない、うん、悪いな。フォローありがとう。坂上忍っぽいこと、坂上忍ってこんなキャラなの、わかんないけど、うん、囲いさんに投げてもらえば。いや、囲いさんに、囲いさんもいらないんだけど別に、うん、貯金はしたくないね。うん、なんで誰もフォローしないの？なんで誰もフォローしない？面白いと思う人がいないし、つながってる人だけフォローしようかなと思って。いや、この人本当に面白いよって俺が太鼓判を押すのと同じ行為だから。ありがとうございます。いっちゃん配信聞いてるよって。27号さん、ファンタスティック大花火、ありがとうございます。ありがとう、あざまーす。高野山から散歩してるのはおばお姿は素晴らしかったですが、かなりの反響ありましたか？また和道さん、アメリカ徒歩で横断するのは企画の予定に聞かせてください。あ、僕は予定はないです、はい、やりたいことやるだけです。はい、仕事として依頼があればやります。やりたいことは以上です。ありがとう、いっちゃん配信続けてね、だって。27号さん、花火ありがとうございます。ファンタスティックありがとう。27号さん、ありがとうございます。シルバー飽きてないよ、やるよ。いっちゃん配信やめたらダメだよ、うん、仲間だからね、うん、キツネ枠がやばいんじゃなくて27号さんがやばいの、投げてくれる人がやばいの、うん、キツネ枠だからっていうわけじゃないから。急に黙ったな。花火上がったら急にトーンダウンかよ。ちょろいな。さっきまでアンチコメント書いてて可愛いよな。花火が上がった瞬間にさ、叩けなくなる。ピタッて止まんのね。ピタッ。わかる？さっきまで金かよとかなんだよとかかんだよとかゲンゲン書いてたのに、花火上がる時だけピタッ。くそーって。初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローしてね。うん、時給1万5000円のワドちゃんマン。俺の最高時給は3万じゃねえな、時給4万2000円だね。最高1時間で飛んだ花火で最高瞬間風速は4万2000円マックス。うん、いや、金持ってるんでしょ。うん、成功してるんでしょ。日給の最高いくらかな。日給の最高いくらぐらいだろう。17万とかじゃない、うん、配信ででしょ、うん、17万とかだと思う、うん、いや、月給にしてごらんって。月給はだってマンスリーランキングに書いてあるぞ。ふわっちはマンスリーランキングに書いてあるから、月収。正直花火より振り込みの方が無駄がなくていい。俺振り込み一切禁止してる。もらったことない。ふわっちに来てから一回ももらってないね。まあ年収にしたらだからマンスリーランキングを追っかけてきゃいいじゃん。好きなことしてお金稼げるのは幸せなこと。そうっすね。ありがたいっすね。でもまあ、食えてるのは、リスナーさんのおかげなんで。これ、何日前だっけ？一週間ぐらい前に撮った写真だね。一週間前。これでしょ？うん。髪赤く染めたばっかりだから。一週間前。これ本人だよ。
なんで振り込みやめたんですか。いや、楽だから、うん、月収、収入は配信なのですか。キャッシュポイントは4つあります。僕はそのうちの1個がふわっちです。はい、メイクしてないよ。メイクしてないよ。いや、メイクしてないじゃん。だから肌の毛穴いっぱい出てるじゃん。メイクなんかどこしてんの。メイクしてないじゃん。すっぴんじゃん。どこがメイクしてんの。引き伸ばそうか。毛穴ビンビンだけど。え、どこがメイクしてるの。ちょっと待って、悔しいから引き伸ばすわ。え、どこが、あれ、どうやってやんだ。引き伸ばせないけど毛穴まで全部出てんじゃん、うん、この写真いいでしょ。他にもいっぱいあるよ、うん、ツイッターに上げてあるからツイッター見てみて。いや、すっぴんだよね、うん、いや、メイクしてない、してない。ファイティングポーズもかっこいいよね。カメラマンはだってプロの現役のあれだもん。超最前線にいるカメラマンだもん。ファイティングポーズのやつかっこいいよな、あれ。見た？これでしょ？俺もこれが一番気に入った作品っていうか、これやばいよね。これめちゃめちゃかっこいいよね。これはやばい。うほって感じだもんね。だからなんかさ、何かの公式のオフィシャルサイトみたいだって。なんかわかんないけど、文化人の人みたいなサイトになったよね、これ。フォロワー少ないけどさ、フォロワー10万人はいるでしょっていう。なんだかわかんない文化人の人でしょっていう。しっくりくるよね。すごいよね。うん。微妙？そう？微妙かな？結構受けいいんだけどな。特ダネのコメンテーター枠にいそう？プロのカメラマンやってる24歳の配信者がいた。へえ、目論破ってるね。いや、花火まだまだ欲しいっすね。あと何発？花火あと136発お願いします、うん、俺もお見合い写真撮った3枚で15、うん、俺が特ダネ出るときは逮捕されるときじゃないの。住所不定無職和道容疑者32歳つって、自称配信業などと名乗っており。いや、そうでしょ。特ダネに出るのはこの写真でしょ。などと申しており。うん。柴田みたいに YouTube ネタ作って。おお。俺は自由だ、自由だなどと供述しており、うん、いや、ナルシストじゃない、配信者基本ナルシストだと思うよ、うん、でもそんなブサイクじゃないと思うけどな。そんなブサイクか俺、そんなに変、なんか67点ぐらいはあるだろう。いや、わかるよ、わかるよ。いや、わかるって。80点は超えないよ。でも、クラスで言ったら67点の男子だろう。黙ってたら。黙ってたら、32歳で同級生で67点はあるだろう。ない？俺、67点から、まあ、72点の幅だと思うよ。誤差5点だとして。
67点から72点の男だと思うけどな。黙ってたらね、あの見た目で言ったらあるだろう。いや72点以下、67から72だろうねえ。そんなに悪くないよね。いや本気で本気で。え、何点か書いてよ。じゃあみんな、みんな何点か書いて、リアルなやつ。いやリアルに何点。まあ悪くないっすよね。そこそこっすよね。そうか。ほら93点いたじゃん。ハニートラップ、いや俺は好きだって言われたらごめんねって言うから、やけどさせてごめんねって。わかんない、誰かは。93点って言った人が誰だかわかんない。顔はきしょいって言わないで。96点ありがとう。75それ書いたらダメ。よく見たらきしょいって一番ダメなやつ。パッと見いいけどよく見たらきしょいやつって全然ダメなやつじゃん。いや人の目気にするよ。メガネはした方がいい。いや男見る目あるんだよね、133号ね。生き様は養子に出てるでしょ、それはわかる。頭皮死んでねえわ。ヒゲとメガネに騙されたって何？ブレスレット何？今度はブレスレット期間？かっこいいじゃん。新宿みんなこんな感じだよ。新宿の最先端のファッション。西新宿系男子。西新宿の最先端のファッション。はい。某大学の広告サークルなのですが、出演していただくことは可能でしょうか。詳しくは DM でいいですか。はい、あの内容を見てからお返事します。はい、 DM でいいですよ。 LINE でもいいです。 LINE はふわっちのプロフィール欄に書いてあります。案件の内容を把握してから出演できるかどうかお答えします。クソダサいってマジで言ってんの？めちゃめちゃ最先端のファッションなんだけど。お、本気で言ってる？青森とかのリスナーだろ。西新宿みんなこんな感じだから。中野坂上西新宿らへんでは最強のファッションだよ。バカじゃないの本当に。青森とかさ、岩手とかさ、なんか北九州とかでしょ、どうせ。お前らと一緒にすんなよ。最先端だから、あれまあいいや、
いや、そうでもないって、お前ら西新宿歩いたことねえだろ。いや、俺太ったわ。7キロ太ったわ。体重今75キロだよ。はい、反対側の腕には何もつけなくて、左手を俺はここまでアクセサリーやりたいのね。ここまで。でもなかなかね、ないのよ、いいのが。あ、でもこれ新作出たから、これ買いに行かないと、これ。新しいの買いに行く。のんちゃんご飯美味しいよ。いや、違う違う。体重制限があるから。あの70キロから80キロの幅って言われてるから、太ったの、増量したの。なあ、末頃の後絞るよ、また60キロ台に戻すよ。赤黒あるよね、あの666ね。タトゥーは俺は入れない。クロムハーツなんか買うわけねえだろ。お前さ、俺のこと貧乏だと思ってんだろ、75。お前が思ってる金あるからな。なあ、おい。お前さ、俺32歳なんだよ。32で金がねえわけねえだろ。貯金ぐらいあるんだよ。お前らが思ってるよりも金ならあるんだよ、金なら。なあ、馬鹿にしてんじゃねえぞ。結構思ってるからな。ああ。俺32でトップ配信者だよ。あんま舐めんなよ。なあ、ぐだぐだ言わせんなよ。金の話とかダセえから。やめとけよ、マジで。ダッセー、マジで。はい、風船ありがとう。しょうもね。30超えて貯金がねえわけねえだろうがよ。五兆さん多分負けるね。今のままだったら五兆さん負けるね。川越の練習動画公開してない、まだ。YouTube アップしてないね。おはようございます。ありがとう、特命さんありがとう、風船ありがとう。五条さん弱い。五条さん負ける。今のままだったら五条さんは 100% 負けるぐらいの、どうしようもないぐらい、あの差がついてる。負けます。肋骨はもう折れたね。4番と5番が折れてるね。大丈夫だよ、スペアリブ食べてるよ。大病はないっすね、僕。ヒカルくんの対戦相手、ごちそうさんは。3番4番かな。あ、3番と4番だね。そう、3番と4番が折れてるね。いや、ヒカルくんほんとかわいそうだよね。でもヒカルくんと何回も手合わせてるから、見ただけでわかるね。あ、そうだよ。俺は肋骨は折れたけど心は折れなかったよ。ステゴロ1の正規ファイターだから、ワン、ツーって出てる、ステゴロファイター、プロ格闘家なの。肋骨は折れても心は折れないよ。
それが捨て頃だから。いやいや、全然スカウトとか企業案件バンバン来てるよ。この前もスカウト来たよ。バンバン来てるよ。なんか企業案件、この前も DM 来たよ。普通に来るよ。いや、俺今回で引退、捨て頃。いや、キツネ結構やってるよ俺。名刺ワーク、名刺ワークわかんない。あばらで騒いでるたまに一言。あばらはそんな簡単に折れないよ、たまちゃん。あばらはそんなに簡単に折れない、あばら折られた俺だからこそ言える。へえ、無料で花火もらえるんだ、すごいね。いやいやいや、もう感覚でわかるよ。パンチの衝撃でわかったもん。あ、行ったなって。5番と6番持ってかれたなってなったもん。いや、仮面ライダーにね、変えてもらいたいんだけどね、ダメだって言われた。あ、もうジャスラックに申請したから無理なんだって。いや、胸筋さんは俺のあばらを取った男だよ。胸筋さんは。っていうことは、今のところ最強なの胸筋さんだよ、配信会で。俺のあばら折ったんだよ。今のところ胸筋さんが配信会最強の男みたいになってるから。俺のあばら折ったのみたいな、もうニュースが。いや、折れてっから。胸筋さんの左フックが刺さったから。動画見てみろよ、動画。完璧に折れてたから。ひょうきんさんの左フック。いや、あっ、いや、完全に折れてた、完全に折れてた、完全にいったって分かったもん。そうだね、俺はこのひょうきんさんからもらった左フックを直木兄さんにぶちかまそうと思ってる。折れてるっつったら折れてるんだよ。なあ。俺が折れてるっつったら折れてるんだよ、この枠では。うるせえよ。他枠でやれよ、折れてねえっつうのはよ。俺が折れてるっつったら折れてるんだよ。お前らは折れてるねって大丈夫って心配するんだよ。わかったか、この野郎。俺が折れてるっつったら折れてるんだよ。何回も言わせんな。はいはい、おはよう。148号大丈夫。俺は試合までコンディション必ず整えるから。安心して。折れてるけど大丈夫だよ。149号さん、折れてる。でも大丈夫。試合までにコンディションは必ず整えるから。うん、大丈夫、折れてるからギリギリ間に合うと思う。
ギリギリ間に合う体で今動いてるから。ボクシングやってますね。いやまあボディに包帯っつうか、まあなんならねプロテクターつけていこうと思ってるね。ああ本番に強い男だからな。ステゴロ1の時もなんだかんだ本番のパフォーマンスすごかったよね。いやちょっとしたトラウマっていうかめちゃめちゃ痛いよ、うん、いやベンチョさんの練習は今回最後だから、うん、フワッチリスはね人口増えてきたよね、うん、勝てる自信はあのね勝つか負けるかじゃないんだよ。わかる？俺は勝つためにやってないの。勝つか負けるかだけがリングの上で決まると思うなよ。お前ら勝つためだけにやってんのかよ。俺は違うね。勝つか負けるかなんか興味ないね。近く参戦考えてないっすよ。セゴロとの契約があるんで。何のために？あれだろ、ほら、実際やったらチビでデブだった。あ、そう、あの、あれだよ、それだよ、花火だよ、花火だよ。痛いな。言わせんな。リスナーのためだ。それで行こう。はい、お疲れ様でーす。まあいいんじゃないの、うん、まあ勝つ、強いやつが勝つっしょ。強い方が勝って弱い方が負けるんだよ。おはよう、おはよう。知らん知らん。月収、ベリーモストインポータントだね。捨て頃までもう2ヶ月ないのか。そうだね、2ヶ月切ったね。いや、そろそろ仕上げないと。うん。直樹兄さんの周りは大手配信者が多い。金魚の糞ってことでしょ。うん。本人が大手配信者じゃないんだから。逆に言ったら石川のりゆきとかさ、超大物相手に金魚の糞やってあれだけしか閲覧ねえのかよ。恥ずかしいと思うよ本当に。肋骨折れた理由は胸筋さんっていう、なんかあの、なんだろう、あのリスナーさん
にボディーブロー、うん、俺は大手かどうか。あのね、俺は過疎でも中堅でも大手でもない、スーパースター。マイケル・ジャクソン、ジョン・レノンとかその辺のジャンル、うん、マイコーと一緒、マイコー、しょうがないじゃん、スーパースターなんて。西新宿のスーパースターだから。平均月収、年収でいいなら答えられるけど、年収1億円、月収880万円。月収880万円あったら俺は嬉しいね。月収800万、850万ぐらいか。俺はそれくらいがいい。みんな飽きたって言われたもんね。もう知らないよそんな。感銘を受けますじゃねえよ、花火よこせっつってんだよこの野郎、お前さっきからよ、何なんだよお前、何が男はどうですねえよ、お前花火をよこせっつってんだよ、うん、何アイラの罰ゲームって。対戦相手ペニー、フワッチのペニー、あのクモン竜ボコしたよ、クモン竜ボコしたおっさん、俺の対戦相手ペニー。うるせえよ、俺だって必死なんだよ。今日の目標書いてあるだろ、今日の目標書いてあるでしょ、今日明日で136発必要なんだよ、頼むよみんな、みんなの一発が俺の人生を変えるんだよ、頼むよ、うん、うるせえよ、俺金杯じゃねえんだよ、うるせえ、うん、なんだ俺負けてないもん、罰ゲームする必要ないでしょ、うん、俺負けてないから。時間はねっとり、時間120分コース、うん、俺の対戦相手ペニーだね。肋骨はあと2ヶ月で治す予定。本番まではベストコンディションで行くよ。ペニーにそう伝えといて。俺はペニーと本気でやるから。
初見さんおはようございます。街で全然絡まれないよ俺。全然絡まれない。辰彦痩せたし、こっからね、あと8キロ落とすって。辰彦は減量するって言ってたよ。あいわどつ。ペニー恐怖心全くないね。あのファイトスタイル危ないと思うよ、本当に。超やばいよね。ピーカブー腰がやばいね。足腰がやばい。殴られ屋にチャレンジはしたことないな。てか殴られ屋って今いないでしょ。のんちゃんいるよ。いる。ノンラブいる？いや、わかんないよ。キツネ枠は誰が見てるのか俺にはわかんない。はい、おはよう。175号さんいらっしゃい。おはよう。和道さんはなぜ相手いるとピーカブーじゃなくフリッカーになるんですか？いや、対戦相手。いや、癖が、悪い癖が出てね、前回のね、時ね、フリッカーやっちゃうんだよね。そう。あれは悪い癖が出てたんだよね。ピーカブーで前に出ないといけないのに、なぜかフリッカーになって距離取ろうとしちゃうんだよね。あれ良くないよね。ノンラブ17歳だけど。あ、17じゃないか。大学生だよ。ババアじゃねえから全然。お前らよりよっぽど賢いだかん。はい、ワドツ。17ではないか。大学生だからいくつだろう。対戦相手はペニー。相談、いや、枠で相談とつまちやってる時来るぐらいで、別に毎日は来ないよ。リスナーさんの LINE 基本スルーだから。いや、わかんない。青山の方が、あれでしょ？なんかアイテム飛ぶんでしょ？なんか金持ちが多いんじゃん。青山の方が。単純にそれだけでしょ？対戦相手ペニーだね。公式 LINE 全部手打ちっていうか俺の LINE だよ。青山と俺が何努力、俺が努力してないって言いたいの。いや、ノンラブは大学生だけど。
あ、メイウェザーの弟子やばいよね、あれ。あれやばいよね。メイウェザーの反射神経とタイソンのスタイル軽量級で持ってて、バッタバッタ投げ倒すの。あいつのファイトスタイルめちゃめちゃすげえと思った。インファイトもできる。メイウェザーの反射神経持ってる。あれどう考えても異常だよね。デイビスだっけ？あれはびっくりした。本当の天才だと思った。こんなのいるのかよと思って。うん。デイビスっていうのあれ。あれすごいよね。デイビスだね。ジャーボンテイ・デイビスっていう人。うん。化け物だと思ったね。軽量級だって。今日リスワン狙わないよ。もう寝るよ、俺。もう寝る。花火が上がんなくなったら終わりだから。うん、もう寝るよ。限界だよ、俺。いや、メイウェザーのスタイルだと思うじゃん。インファイトもできるの。ピーカブーに急に切り替えて、飛び込みのフックとか持ってるから。あら、本物だよ。俺が言うんだから間違いない。本物だよ。あいつは本物。じゃあ俺もともと寝るっつったの。花火もらえるんだったらやってみようかなっつったら25発ももらっちゃったんだよ。もう上がんないでしょ。まだ上がんの花火。頼むよ。あと136発必要なんだよ俺には。来月は100万いくよ。来月はバースデーだよ俺の。みんな花火買っといてよ。頼むよ。よろしくね。いや、世界の和道が認めたデイビスだよ。世界の和道も認めたデイビス。うん。いや、さすがにトム・ソーヤ池上と勝てるでしょ。うん。トムもなかなかいい根性してるけど、さすがにトムよりは格闘技うまいよ。トムには勝つよ。お遍路は考えてないかな。あ、ケーキもあるんだ、バースデー。じゃあケーキよろしく。限定アイテムはね、すごいからね。3000円で買って2500円入るチャンスがあるからね。イースターアイテム。これやばいよね。エッグハントは3000円で買って俺に2500円入るんだよ。えぐいよ。いや、なんだ、花火投げないのになんで見んの ?166 号さん。他枠で投げればいいじゃん、別に。なんで俺の枠でわざわざそれを言うの。投げたいところ投げればいいし、俺の枠見る必要ないでしょ。意味が分かんないんだけど。何アピール？投げたいところ投げればいいじゃん。いや、嫌いだったら見なきゃいいじゃん。花火何発投げたら今から1位になれるか。花火の数でいいの？花火？ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、何どれくらいだ、これくらいか。今この瞬間にめくるとしたら花火250発かな。うん、あ、違う、花火250発じゃない。花火が、ちょっと待って、ちょっと待って、違う、これ割る500円は、
花火、510発、花火510発でナンバーワンになるね。花火510発、うん、無理でしょ、うん、花火510、まあ600発あれば安泰じゃん、うん、花火510発投げたらナンバーワンだね、うん、はい、ワザツ。生涯何発いくか分かんないよ。うん。よく考えたらってどういうこと？あ、そうだ。ごめん、間違えた。花火510発じゃないわ。1000発だ。倍だわ。俺に入る収入で考えてた。ごめん。そうだ、花火1000発だわ。うん。マンスリー、俺が1位になるってこと？リスナーさんのフォロワーランキングじゃなくて？あのね、1000万ぐらいかかるよ。1000万ぐらい投げないと無理だよ、うん、俺がアイラに勝つには1000万分ぐらいの花火だから。え、何発だ？1000万円って花火で割るといくつだ？20万発、20万発花火投げたら俺アイラに勝てるね、今月。もう8時間ずっとファンタスティック、ファンタスティック、ファンタスティック、ファンタスティックってずーっとチカチカしてる状態だ。絶対無理なんだけど。そう考えるとアイラってえぐいな。花火20万発毎月もらってんのかよ、えぐいな。うん。いやいや、質問に答えただけでしょ。どうしたらナンバーワンになれますかって言われたから。20万発投げればいいんじゃないっつの。知らないよ。俺からしてるわけじゃなくて、みんなが花火花火花火って言うから花火の話題になってるんでしょ。うん、でしょ。俺は質問に答えてんだから、リスナーさんがそういう話題が多いんだから。うるせえなあ、ぐちぐちよ。質問に答えるのが配信者だろ、うん、大花火は10発じゃないの。大花火は10発だと思う、マックス。いや、花火欲しいんだもんだって。いいじゃん。んー、ダメなの？花火ねだったらダメなの？嘘、ペニーさん投げてくれるかな。いや、俺花火花火言ってねえよ。質問に答えてんだよ。ふわっちは小じきとバカとあなたがいるんだよ。小じきとバカしかいないじゃないの。小じきとバカとあなたがいるから。あなたもふわっちのリスナーだから。うん、なんかのアイテムに20発って言うのなかったっけ。いや、1回に投げられるマックスは大花火10発だと思うよ。ファンタスティック大花火、まあ今だとイースターエッグっていうのが配信者に入るパーセンテージが高いね。うん、あの1000ポイントプラス化される可能性があるから、あの3000円で買って2500円入る可能性がある、まあ、一番下でも1500円入るから。イースターエッグはえぐいよ。ニコ町呼ばれてないもんだって。
ああ、今日はすごいだろうね。アイラとクラインの殴り合いだろうね。あ、招き猫ファンタスティックもあるんだ。ふわっちの CM？ ああ、なんか素材提供してくださいっていう、なんか来たけど、あ、審査しなかったね。出さなかった、めんどくさかったから。すげえな、2億かよ。やば。いや、俺アイラが勝つと思ってるけど。いや、俺にアイテム投げてて、俺が花火くださいって言った瞬間、もうファンタスティック止まらないよ。いいの？俺がエコーをかけて、みんなよろしくファンタスティック頼むよって言った瞬間、ドカンの感上がるよ。いいの？俺が今封印してるだけでそれを。とんでもないことになるよ。いやいや。いやいやいや。それはしない約束だから。それはしない約束だから。いや、上がるよ。上がるよ。え、準備いいの？エコーかけた瞬間に花火上がるよ。やっていいの？やっていいの？じゃあ、ファンタスティックで。いくよ。ファンタスティック花火、お願いしまーす！寝るか 寝ようか。お疲れ。寝よう。寝よう寝よう。ありがとう、トークメンさん。花火ありがとう。優しい、ありがとう。好き、ありがとう。ありがとうございます、トークメンさん。来たよ、これ。いいね、キリがいいね。135発ありがとうございます。あざーす。塵も積もればファンタスティックだよ。ありがとね。塵も積もればファンタスティックってことわざあるだろ。うん、和凸だね。
気分良くなってきたな、気分良くなってきたな。あれこれ流れ来てる？もしかして。いやちょっと眠気覚めた部分あるけど、まあまあ今日は終わりでいいな。あと8分で終わりにするよ。いやビッグウェーブ来てるよ。ビッグウェーブ、おはよう。延長だってもう花火上がんないでしょ。無理でしょ今日は。来るかな。いやちょっと稼がないといけない。休みもしつつやっぱ稼がないといけないから、残り2日間しかないから、残り2日間で135発は結構ハードル高いからね。いや引き際じゃないの。やっぱプロは引き際も重要だと思わない？かっこよく引いていいんじゃない。今日はスカッと2時間でパッと終わる、そういうのも大事だよ。引き際大事だよね。いやノルマまだ2日あるから、まだ2日あるから、終わり。エンディングソング、エンディングソング行こう。エンディングソング、エンディングソングのコーナーだね。エンディングソング行こう。もんちゃん起きたの？よし、エンディングソング行きます。もんちゃん起きた？おはよう。じゃあエンディングソング行きます。ただ空があるだけ、国境もない、ただ地球があるだけ、みんながそう思えば簡単なことさ、やあ社会主義も資本主義も偉い人も貧しい人もみんなが同じならば簡単なことさ、や夢かもしれない、でもその夢見てるのは一人だけじゃない、世界中にいるのさ。ありがとう。
のりこの自演花火なんかないよ。何台無しって。めっちゃいい曲だろ。犬が吠えた。なんで？動物ってさ、ほら、感性が鋭いから共感したんじゃないの？いい音楽流すと動物ってキャンキャン言うよ。じゃあ椎名林檎とか流すとペコも泣くも。チューニングバッチリだよ。チューニングバッチリ。なんだよ恐怖を感じたって。なんで俺の歌で恐怖感じるんだよ。いや歌うまいでしょ、歌めちゃめちゃうまいでしょ。うるさいな、もう終わり。じゃあみんなおやすみ。お疲れ。おやすみ。おやすみなさい。さよなら。また明日。